大手化粧品メーカーのスタッフから就職活動に役立つメイクや表情などを学ぶセミナーが群馬大学で開かれました。群馬大学桐生キャンパスに通う学生およそ30人が参加したビューティーセミナー。全員にメイク用品が用意され、目や口など顔のパーツごとにポイントを聞きながらメイクを進めます。このセミナーはこれから就職活動を始める大学生らに、メイクや表情、姿勢など面接での身だしなみを整えてもらおうと、大手化粧品メーカー資生堂が開いたものです。資生堂のスタッフが学生一人一人にアドバイスをして回り、細かいメイクのポイントを聞くことができます。学生たちは顔の中心から外側に広がるようにファンデーションを塗ると健康的に見えることや、笑顔を意識して塗ることなど、好感度の高い第一印象にするためのメイク方法を学んでいました。普段とは違うメイクで新しい自分の笑顔を発見した学生たち。本格的な就職活動に向けて気持ちを新たにしていました。今までのメイクは結構自分の楽しみ、自分の主観で結構行っていたんですけど、今回は相手からどう見られるかなというのが気にするので大事だなと思ったので、その点が違うなと思いました。自分が華やかになるだけじゃなくて、その TPO に合わせた身だしなみを学ぶことができ、すごい有益な時間だったと思います。就活頑張りたいと思います。